高岡壮介が25日、格闘技大会、セリケン23、大阪、堺市産業振興センターで、後藤真希の弟の後藤祐樹と対戦し、判定の末に敗れた。共に、芸能界をドロップアウトした身で、高岡が後藤にシンパシーを感じて、実現した試合。高岡は初心に帰る意味合いで1年前のデビュー戦と同じコーンローの髪型で、長渕剛のトルコリラーゲンをテーマ曲に乗って気合満点の入場だ。後藤も朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円企画にチャレンジした怖いもの知らずでブレイキングダウンでも2戦2勝の強豪。初の大阪でのアウェーにもの、まれる様子はなかった。1Rは互いに見合う展開で、試合が動いたのは 2Rだ。45秒に、後藤の連続パンチで、顔面を捉えられた高岡は、一瞬たじろぐもすぐさま応戦。3Rでは互いに、打ち合いの応酬で、あと、藤がたびたびラッシュをかける。なんとかこらえた、高岡だが、手数で後藤に劣り、0から3で判定負けを喫した。3戦目で初黒星ながらも、高岡は充実した表情で、花を添えてくれて感謝しかないと後藤に頭を下げた。さらにリングサイドで観戦していた俳優の遠藤要をリングに上げるや、誰かとやってみては。綾野剛くんとかどうですか、と振ったのだ。これに、遠藤は驚きながらも、剛がやってくれるならば。でも、女の子だから多分、出てこないとにあり。すると、高岡も、僕も、小栗旬と、やりますのでとこう。高岡はこのトルコ SNS で、小栗や綾野の過去をぶっちゃけているが、リング上での対戦ラブコールを送ってみせた。